動画を検索で上位表示させる方法、SEO ですね。SEO 対策3つのポイント。1番タイトル、2番説明文、3番タグです。この3つだけですね、はい。これを見ていただければ分かると思います。この3つを入れていくと、検索で上位表示させられるようになります。す、は、べ、い、ての文字が SEO に関係しています。まずはキーワードを三つ、1から3つ決めて、 それをもとにすべて構築していきます。例えば、はい、私がコンサルした美容院ですけども、これは大山美容院ということで、この2つのキーワードで狙い通り1位ですね。これは私の入っていたインターネットの学校ですけども、これは、例えば IBS 入学動画と。これはサロン集客というこの2つですね。これがキーワードになります。 で、このように、えっ、ー、と、SEO はですね、割とニッチであればすぐに上位表示されます。店舗中客であれば特に有効で、はい。アメブロもこのような要領で、まあ、SEO が結構いい部分がありまして、それでですね、この飲食店のコンサルは1ヶ月で、まあ、これアメブロなんですけども、 これは、えっ、ー、と、この2つのキーワードで1位になったということです。まあ、こういう感じでですね、キーワードっていうのはとても大事で、これによってどういうふうに検索されるかっていうのは決まります。はい。なので、キーワードは重要だということが分かっていただけましたと思います。はい。現に店舗ビジネス、まだ YouTube 動画全然ないので、さっきのようにすぐに上位表示されますので、えー、頑張ってください。はい。ということで、話を戻します。ページ内のすべての文字が SEO に関係しています。 なので、しっかりと決めていきましょう。それでですね、まずはタイトルの方から決めていくという感じになります。はい、タイトル。ターゲットが検索した時に、引っかってほしいキーワードを入れて、さらにキャッチーなタイトルをつけましょう。 はい。このキーワードがとても大事です。タイトルも引っかかってきます。はい。2番。えー、なるべく長い文章、なるべく多く検索されたそのキーワードですね。それを盛り込んで、えー、最後に誘導先の URL を貼ると。皆さんでしたら、まあ、アメブロとかになってきますね。はい。で、えー、最後、タグです、えー。ターゲットとなる人検索するであろうキーワード1から3個を入力します。はい。これはもうタイトルにも、もちろんこれは含まれていますし、最後のタグのところでもこの やつを吹き込みます入れ込みますね はい。で、これでですね、裏技2とありますけれども、これ動画タグですね。高度な、えー、動画編集ソフトを持っている場合、もしくは業者さん頼んだときに、動画自体にタグが挿入できるようになります。これも SEO コーナー十分ってやつで言ってはこんな感じですね。これは極秘と書いてありますけれども、はい。これは、えー、僕が作っていますので、皆様の動画にはちゃんと入っていますので、ご安心ください。大丈夫です。わ、えー、かりましたでしょうかはい。とにかく、えー、まとめますと、えー、タイトルは、 じゃあ、まずは最初にキーワードを3つ、3つ、えー、1から3個決めてください。で、そのキーワードのが入ったキャッチーなタイトルがついた、キャッチーな言葉をつけたタイトルを入れる。で、その次は説明文。えっ、ー、と、他にテンプレートを用意してありますので、そのテンプレートを参考に、えー、動画説明、えー 商品説明だったり店舗説明っていうのを、えー、書いていただいてそれを説明文に入れるで最後は、えー、最初に決めたキーワード1から3個のキーワードをそのタグという部分に全部入れるとはいで、えーまあ、あ,とはあとはですねあのサムネイル画像は一緒に添付してあると思いますのでそちらの方のサムネイルの設定をちゃんとしてで、えー、保存してくれれば え、いただければ、え、しっかりと、お、できると思います。え、以上になります。え、動画単体でも、え、収益できるように、え、皆さんぜひ、頑張ってください。それでは、え、ありがとうございました。